リオドンは、後期白亜紀のモササウルス科の属。疑問名。本属に言及された化石は、アフリカ、アジア、ヨーロッパ、南北、アメリカ、そしてニュージーランドから産出している。疑問名かつ系統関係が不明ではあるが、リオドンは、歴史的にモササウルス科の体系へ、重要な存在であり、モササウルス科の基準となった属の一つである。ゴーディは、 エル・コンデ・セデンズとエルモス・ソロイズの記載に際して以下の明瞭な特徴を列挙した。リオドンのタイプ種エル・アンセプスは2本の葉を含む顎の断片1つだけに基づいている。この葉は対称性を保って22突出し、表面は俗名が示す通りに滑らかであった。タイプ標本の他にエル・アンセプスに割り当てられた標本はほとんどないが、葉の類似性に基づき、 本種をハイノサウルスの同族とする研究者も数多くいる。フランスから産出し、ガウディが1892年に記載したリオドンのシ種エルコンレセデンズとエルモスソロイズはエルアンセップスよりもはるかに理解が進んでおり、明らかにモササウルス赤のモササウルス下派虫類である。エルセクトリアスはニュージャージー州のナバシンク類から主にを含む断片化石が産出しており、 エル・コンレ・セデンズとエルモス・ソロイズの中間種である。ライオドンはアンセップスは、リチャード・オーウェンが1841年にもともと、ライオドンはアンセップスとして命名し、2本の歯の断片、及び対応する顎の骨のごく一部だけに基づいて記載された。彼はこの歯を当時の爬虫類のうちモササウルスに最も類似するとした。1846年に、ルイ・アガシーは、 本族の俗名が、巨類のライオドンカトキシャに占有されていると主張し、俗名をライオドンに変更した。リオドンは1853年に、モササウルスカが確立された時に最初にこのトガに分類された族であった。同時期に分類されていた族には、モササウルス、オンコサウルス、オプロサウルス、マクロサウルス、ゲオサウルスがいる。ラセルでは、オドンは、モササウルスを代表し、 さらにクリダステスやモササウルス、アンフェケプビス、コンプレシデンスと共に、モササウルス族の族と考えられた。19世紀後半から飛んで、リナムソルアワーが1993年に新たに3種、エルセクトリアスとエルコンレセデンズ及びエルモスソロイズを記載し、リオドン族に適切な診断が可能であることを示した。しかしシュルプエへ通ルで、ライオドンはアンセップスのタイプ標本。 BMNH41639 が本属を特徴づける派を失っており、本属が疑問名と考えられることが指摘された。プログナトドンの種として記載された P キアンダとの類似性により、タイプ種を除くリオドン属の3種エルセクトリアスとエルコンレセデンズ及びエルモスソロイズがプログナトドン属へ再分類された。P キアンダがプログナトドン属よりも 基盤的なモササウルス赤であり、独立した族である可能性が高いことが繰り返し指摘されており、先に挙げた3種の系統的位置は全く定かでない。ありがとうございます。